北彦山線。北彦山線は、福岡県北九州市小倉南区の白野駅から、大分県日田市の夜明け駅に至る九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、地方交通線である。平尾台、河原などから算出される、石灰石や添田地区の石炭を運ぶために付設された。地区方東部の田川市を経て、日田市と北九州市を直結している。 JR 九州主催のイベントである JR 九州ウォーキングの一環として同線が所属する7自治体の協力によるイベントひた飛行ウォーキングが毎年春と秋に開催されている。城野駅から今山駅間は旅客営業規則の定める福岡近郊区間に含まれている。また、城野駅を除いて守護下での乗降はできないが、 全区間で守護下での乗車で通過すること、途中下車なしに遊具かエリアまで通り抜けることはできる。リアルタイム列車位置情報システム、どれどれ対応路線、小倉駅北駅間であり、スマートフォンアプリ、JR 九州アプリにより、リアルタイムの列車位置情報が閲覧できる。2018年9月28日より、小倉駅田川五藤寺駅間で、駅ナンバリングを実施している。 路線記号は、字、ラインカラーは茶色である。全線が、本社鉄道事業本部直轄となっている。特急、急行列車などの優等列車はなく、普通及び、快速列車のみである。また、添田駅夜明け駅間は、平成29年7月九州北部豪雨により、普通となっておりバス代行が行われている。大半の列車が、ワンマン運転であり、 一部の列車に車掌が乗務している。路線の起点は白野駅だが通常は白野駅を通る日田彦山線の列車はすべて鹿児島本線の小倉駅を始発終着としている。おおむね1時間あたり1から2本程度運行されている。小倉駅の一部の列車は西小倉駅で鹿児島本線の折を 博多方面への列車と対面の理解が図られているが、朝夕の数本以外は、西小倉駅での鹿児島本線との乗り換え、接続については考慮されていない。普通区間を除く小倉駅添田駅間の全区間を通して運転される列車と、小倉駅田川ご藤寺駅間の列車、田川ご藤寺駅添田駅間の列車がある。他に、田川板駅田川ご当時駅間の一駅間を、 運行する列車が早朝1往復、河原駅添田駅間に、平日朝1往復、後藤寺線との直通列車が、夜間2本運行される。2007年3月18日のダイヤ改正以降は、毎朝通勤時間帯に、添田発小倉駅の快速列車が上り1本のみ、運行されている。この快速列車は、石原町駅で、 田川後藤寺駅を先発した上り普通列車を追い越すで緩急接続していた。この運行形態は2017年3月4日のダイヤ改正で廃止され、追い越しや緩急接続もなく、先発の普通列車が小倉駅に先着するダイヤとなり、後続の快速列車は石原町駅から小倉駅まで各駅に停車するように変更された。また、車内や 駅の案内放送でも、石原町駅北では普通列車として案内、されている。なお、サボは2017年のダイヤ改正前から、使用していたものをそのまま使用しており、快速区間は特に記載されていなかった。なお、2018年3月のダイヤ改正から、行き先表示位置が、貫通扉上の方向幕に変更になったため、サボは使われなくなった。 2018年7月14日のダイヤ修正で、新たに西添田、池尻、一本松に停車するようになり、通過駅は再導所、予備ののみとなった。この区間は、上記のように、九州北部豪雨で被災したためバス代行輸送となっている。代行バスの運行系統は、大ね添田駅、彦山駅間と、筑前岩屋駅北駅間に分かれており、 添田駅北駅間を直通するのは4往復のみで、ある。添田駅彦山駅間と、筑前岩屋駅北駅間では、概ね1の2時間に1本の運行となっている。添田駅北駅間を直通する便は、彦山駅筑前岩屋駅、大行寺駅間で東方、村役場前、宝焼き前バス停にも停車するが、朝の下り1本を除き筑前岩屋駅を通過する。路線の終点は、 夜明け駅だが、被災前は、彦山駅夜明け駅間を通るすべての列車が、基本的に日差し台本線の日田駅を、始発、終着としていた。代行バスも被災前と、同様、日田駅を、始発、終着としている。いずれも軌動車、勾配線区であることを考慮して、旧型車両のキハ40系、47型は、エンジン乾燥車が使われている。 過去には、キハ66.67型、キハ58型が使用されていた。また、臨時列車として、特急、ユフインの森用のキハ72系、アソボーイ、用のキハ183系1000番台、SL 人吉の50系客車、で10系ディーゼル機関車が牽引、カシー専用のアクアライナー、A 列車で行用のキハ185系が入線した、実績がある。 大港バスは、添田日田便が、藤山観光のマイクロバス、添田彦三便が、田川港内自動車のジャンボタクシー、筑前岩屋日田便が、西鉄バス久留米の中型バス及び藤山観光のマイクロバスで運行されいる。石田駅、水町信号場河原駅間は、小倉鉄道が1915年に開業した区間で、ある。鉄道は、東駅原駅、 現在の河原駅、大東駅、帯城、添田駅、現在の添田駅間を開けしていたが、この路線は1943年に、戦時買収により、国有化され、添田線、初代となった。田川板駅田川、後藤寺駅西添田駅間は、豊か州鉄道及び同社を合併した、九州鉄道が1903年までに開業させた。1907年の国有化後は、 田川線の一部となった。西添田駅を明け駅間は1937年から1956年にかけて延伸開業した区間である。西添田側は田川線の延伸、北側からは彦山線として開業し、全通後は東小倉駅大東駅を明け駅間が北線となった。1956年11月には起点側、 白の付近で線路の付け替えが行われた。小倉鉄道が付設した線路は、日豊本線の白野駅、その駅間を乗り越し、東小倉駅へ直行する形であったが、石田駅、水町信号上、白野駅間に短絡線を付設し、北線列車は、白野駅から、日豊本線に乗り入れ、小倉駅に向かうようになった。同時に、東小倉駅石田駅間は、貨物線となり、 1962年に廃止された。1957年10月には、河原駅、伊田駅、現在の田川板駅間の支線が改良し、現在のルートが完成した。1960年に、田川線の伊田駅ご当地駅添田駅間を、編入すると同時に、河原駅大東駅添田駅間を、添田線、二台として分離し、城野駅、東小倉駅、 伊田駅夜明け期間が日北彦山線となった。なお、この時に分離された添田線は第一次特定地方交通線に指定され、1985年に廃止された。この路線は、文字港駅、小倉駅から久し大本線湯布院駅方面への短絡線となっていたことから、1960年代より1980年代まで、朝霧、秋吉、半田、 北、彦山といった準急車、急行列車が運行されていた。しかし、北九州工業地帯の衰退に伴う、北九州市の地位低下や、北市など、大分県西部の福岡市との結びつきの強まりなどによって、大分県西部と北九州市の間の旅客道が減少したこと、さらには、大分自動車道の開通で高速バスや自家用車への旅客転移が進んだことから、 1980年に、急行列車は快速に格下げされ、さらに各駅停車化という形で順次廃止された。2017年、平成29年7月5日から6日にかけて、発生した九州北部豪雨により、彦山川沿いを走る添田駅南で甚大な被害を受ける。第二彦山川橋梁、添田駅関遊者彦山駅間は、橋脚が傾き、 第三彦山川橋梁、武前増田駅彦山駅間も変形した。また、筑前岩屋駅構内や釈迦岳トンネル、彦山駅筑前岩屋駅間では土砂入りが発生し、大行寺駅では駅舎の倒壊や構内の路盤崩壊、大行寺駅大津駅間では森土の流出なども生じた。また、 直通運転先の日差し台本線でも、三岡駅日田駅間で、花月線橋梁が流出するなどの被害を受けたことも、あり、添田駅夜明け駅、日田駅間が全面運休となった。並行する国道211号や、県道や目川原線も、被害を受けたことから、代行輸送も行われない状態がしばらく続いたが、国道の復旧作業の完了した7月31日より、 東方、村役場前マイナス大明治駅夜明け駅、北駅間で代行バスの運行を開始、8月16日には、添田駅彦山駅間及び、添田駅北駅間のバス代行輸送が開始された。その後も、道路事情から、筑前岩屋駅には代行バスが立ち寄らない状況が続いていたが、2018年、平成30年2月1日から、 筑前岩屋駅大行自駅間でのバス代行輸送を開始した。3月17日のダイヤ改正で運行系統が整理され、現在は、添田彦さん、筑前岩屋北、田、添田北の3系統で代行バスが運転されている。ただし上絶の通り、添田日田を直通するバスは下り1便を除き、筑前岩屋には寄らない。なお、 JR 九州社長の青柳俊彦は2018年10月2日から4日にかけて行われた複数の報道機関とのインタビューの中で普通区間の復旧に関し今回のような大きな災害があった場合ゼロから鉄道を作るようなもの復旧まで年単位もしくはそれ以上の期間になるのではとした上で JR 九州単独での復旧は難しいという方針を前提にした上で 国や沿線自治体が一定の費用を負担した上での鉄道による復旧やバスやタクシーなどの鉄道以外での交通手段確保も選択肢に含めた上で官係機関との協議を進める方針を示している。この方針を示した背景として各報道機関では同区間の輸送密度が299人と同社内で5番目に少ない区間となっていることを指摘しているほか毎日新聞は JR 九州が2016年10月に完全民営化を達したことで、株主から赤字路線対策の要求があると報じている。その後開催された北彦山線復旧会議検討会の中で、復旧費については、災害復旧事業と合併施行することなどにより、費用の一部を国や沿線自治体が負担することで、概ね合意が得られているものの、 その後の維持管理費用について JR 九州は線路などの鉄道設備も自治体側が買い取り設備管理の負担を軽減しながら JR 側が運営を担う上下分離方式を提示沿線自治体は鉄道での復旧を希望するものの大幅な費用負担に強い難色を示しておりこれを受けて JR 九州の青柳社長は8月27日 きちんと維持していく方策が確認できれば、鉄道でやりたい。だが、鉄道を安全に維持するにはコストがかかる。真っ向から、一銭たりとも出さないと言われるのは厳しい。話が進まないようであれば、鉄道維持は、難しいと地元の皆さんがおっしゃったという認識になる。交通ネットワークの維持を考えれば、輸送モード、手段の変更は、案としてあると述べ。 沿線自治体の費用負担協議が決裂した場合には、鉄道による復旧を断念し、バスラピッド・トランジットによる復旧方法を提示する意向を示唆した。具体的には、彦山さ前岩屋間の釈迦岳トンネル内の線路を舗装し、バス専用道路にした上で、バスによる交通確保を図る計画であるという、2019年1月17日には、 JR 九州が年間1億6千万円の維持費用を沿線自治体に求め、このことについて、東方村、渋谷広明村長は同意できる提案ではない。なぜ、北彦山線だけに地元負担を求めるのかわからない。鉄道は全九州のネットワークとなっており、全体を見て考えてほしいと言及して反発している。そのため、バス代行輸送が長期化する見込みである。 便宜場、末端部で全列車が乗り入れる、日光本線小倉駅、白野駅間、久し大本線夜明け駅、北駅間も合わせて、記載する。ノーウィッキー、ノーウィッキー印を付した、停車場、信号場は、路線廃止前に廃止されたもの。かは、貨物駅を表す。平均通過人員、輸送密度、旅客運輸収入は、以下の通り。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。